どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら今日も御言葉に期待というふうに思います。まず最初に1分動画を見ていきたいと思いますけれども、今日の1分動画はですね、先週の続きで異言の2ですね。ありがとうございます。見ていきたいと思います。ありがとう。じゃあお願いします。皆さんこんにちは。今日のテーマは異言についてのパート2です。さてパート1では異言はメッセージということをお話ししました。聖書ではもし私が異言で祈るならとあるように、異言のもう一つの働きに祈りがあります。皆さんは祈るときに神様〇〇を与えてくださいというように祈られると思います。聖書から見ても祈りの中心は自分の言葉で、祈る言葉の祈りであることがわかりますが、さらにあることもわかってきます。言葉の祈りとともに異言の祈りをするように聖書には書かれています。さらにどんな時にも祈りなさい、絶えず祈りなさい、これらの祈り方は言葉の祈りではなかなか難しいですね。しかし異言の祈りなら、例えば皆さんが道を歩いていても家事をしていても同時に祈ることができます。このように異言の祈りは言葉の祈りを補助し、さらに一層祈りを強めます。その結果信仰生活が強められていきます。またより神様の語りかけを受けるようになる、御霊の賜物の働きが開かれる、サタンの存在霊的な動きに目が開かれ始めるなど、異言の祈りは霊的な分野を開く鍵でもあります。この異言の賜物を通して神様が与えてくださる恵みはとても大きなものです。ではまた。はい、ありがとうございました。先週異言の祈りのメッセージのことをお話ししましたけども、今回は異言の祈りっていうことですね。もし聖霊のバプテスマを受けていなくてまだ異言で祈れない方がいらっしゃったら、教礼拝の後に牧師に寄ってもらってくださって、聖霊のバプテスマを受けて異言で祈れるようにお勧めしたいと思います。異言があるとですね、例えば、家事をしながら、あるいは運転をしながら祈ることができます。運転しながら、例えば私は日本語で一生懸命本気で祈ると、運転じゃなくて祈りの方に身が入って事故を起こしかねますけれども、運転を真剣にしながら異言があると異言で祈ることができるわけですね。だから何かをしながらすることができる。昔よくラジオを聞きながら勉強するっていうね問題があったんですけども、その前にねラジオを聞く方か勉強する方かどっちかに集中するってことなんですけども、異言の場合は他のことを真剣にしながら異言でこう祈ることができるんですね。霊が祈ってくれるってことですね。で絶えず祈る、絶えず祈りなさいって聖書に書いてあるけども、24時間絶えず祈ることは不可能に近いんですが、しかし異言があれば絶えず祈ることは可能になります。でこの異言があるとね、霊的に強まる、で霊的な世界が開くんですね。今書いたようにこう神の声をよりシャープに聞けるようになる、あるいは悪魔の存在、敵の存在に関してこう分かってくる、開かれてくるとかですね。ですからこの霊的な事柄が開かれてきますので、ですからぜひ聖のバプテスマを受けて異言の祈りをですね用いていってほしいというふうに思います。また異言が与えているのにね用いない人はいますけれども、ぜひ異言で祈ることをね、その祈りの中心は言葉ですよ。私だったら日本語で自分が理解できることを祈るんですが、しかし同時に異言で祈ることによって異言が広まり、祈りが深まり広まるということをねぜひ知っててほしいというふうに思います。はい、それじゃあ、今日の聖書の箇所に入っていきたいというふうに思いますけれども、昨日南西教会では、チャペルコンサートを持つことができまして、ですね、そして一つはですね、リピーターがまた来られました。でただその方はですね、この前路上ライブに行った時に、おられて、で以前、クリスマスの時にコンサートに来られた方だったんですけども、チャペルコンサートがまたありましたらぜひ行きますと喜んで来られたんですけども、先月4時にやったんですね、いろんなところでね。だから4時だと思ってて、ね、4時だと思ってて、4時に来られて、実は昨日3時からだったんですね。で私は4時3時から始まって来られないからですね、用事があるのかなと思ったらそうじゃなかったんですね。4時だと思ってたみたいですね。だから4時ちょっと前ぐらいにちょうど来たんですけども、で来られまして、でなんか奇跡はちゃんとこうコード弾けるようになったとか言って喜んでおられましたけども、それでも来られて、
よかったですね。で5時過ぎぐらいまでかな、コンサートは4時20分ぐらいに終わったんですけども、まあ、5時20分ぐらい1時間ぐらい残られてですね、いろいろ話をしましたし、あと河村麻衣子さんのですね、お友達も来られまして、それで、その方も大体1時間ぐらいは残っておられたと思います。でこう終わった後すぐ帰られて残られるっていうのはですね、非常に心に触れるものがあったからだと思うんですね。で何か今までになくこうコンサートの後に残る人たちが増えてきて、しかも話がかなり深くなってきております。でそのリピーターの方はですね、日曜日にね、この来られるって話をしておりまして、まあ、今日来てくださることを期待しますけれども、今日来られてもいつ来られても、まあ、そのうち来るだろうなというふうに思いますね。で以前ね、まあ、他のグループに行かれたみたいですけれども、まあ、いろんなことがあって今行ってらっしゃらないんですけども、またこちらに来られることをね、お待ちしたいと思います。で路上ライブって言われて路上ライブに行ったら、そこで出会った人がコンサートに来て継続して来られて、でやがてリハに来られようとしてるっていうのは新しいパターンだと思いますね。これからいろいろ人が見違えてくると思うので、主に期待していただきたいというふうに思います。はい、それでですね、今日のところに入っていきたいんですけども、今日はマルコの8章の34節昔から長崎教会の人はこれが長崎教会の核の御言葉であることは知ってらっしゃると思います。最近来られた方はもしかしたら知らないかもしれませんので、じゃこれが長崎教会が世界中に向かって発信する群れ全体に与える言葉とともにポイントなんですね。御声に従うこと、感謝すること、カリスマのことっていうのは群れ全体がこの与えられている、メッセージなんですけども、同時に長崎教会は、まあ、十字架を追って土についていくっていうことを語っていくことが一つのポイント で、その前には許しを語らなきゃいけないんですけども、まあ、そのことがねメッセージです。でここはこの御言葉はですね、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいっていう言葉ですけども、ちょうど今日ねマイティーウォーリアーですねが歌ってくださいましたけど、西田の丘っていうの、そこで星あれ人にってちょっと真似をしましたけど、従わんと欲せばってありましたけど、文語体で書いてあるんですね。もし我人に従わんと欲せば、己を捨て十字架を解いて我に従おうべしっていうのはね、西田の丘に書かれてある御言葉です。まあ、26人の殉教師たちの歩みが、まあ、その御言葉のまさに成就だったということで、まあ、カトリックの方々が選ばれたんだと思いますが、まあ、本当にそうだと思います。で、でそれを考えるときですね、彼らは確かに自分の命を捨ててね、自分を捨てっていうのはまさに彼らは自分の命を捨て自分の命を捨てて、で殉教という十字架を追って主についていったわけですよね。で面白いなと思うのは、何度も殉教するにあたってそれをやめるチャンスがあった。自分の命を捨てないで自分の命を捨てないで拾って自分の十字架を捨てる機会は何回もあったのに、彼らは自分の命を捨てる方を選んで自分の十字架を追ってついていく方を選んだ。でしかもそれはなんかもういやいやとか、あるいは仕方なしとか、そうしないと怖いからとか、そんなことで本当に喜んで選んでいった。もうそれが当たり前のように選んでいったんですね、彼らの人生を今見てみると。で私はプロテスタントだったので進学校で26歳のことはちらっと学びますけれども、そんなに詳しくは学ばないし、そこまで強い興味はなかったんですが、予言を通して神様はこの村に26歳のことを言われて、長崎に来なさい、そしてカイロの足跡を歩みなさいということを言われてですね、そこから語ることがあると言われて、そしてまあ私たちもそこに来るようになったんですね。で結婚する前に86年だったかな、来たんですけども、初めてやっぱりね殉教っていうのがあったから、どっちかというとね、こうちょっと覚悟を決めて決死の思いで来たんですね。で西田川の中に上がる時ですね、ある覚悟を持って上がってきたらですね、全然違うんですよね。だからその暗いすごいこう悲惨な、あるいはこう消したいっていうイメージじゃなくて、ものすごく明るくて爽やかだったんです。でそれは天気が良かったって意味じゃないんです。どっちかというと天気はどんよりこもってたんです、その日は、ね、だからところがそこにも変わらず、その西田川の中にはすごい爽やかな良さがあった。でそれは彼らが本当に喜んで、喜んで殉教していったし、喜んでそれを選んだんですね。じゃあなんで彼らは、命を捨てること、で自分の十字架、まさに彼らの場合は殉教という命を捨てて従っていくということを選べたのか。まだほんの12歳、満年齢って11歳ですね、
とか 10代の人4人いたわけですね、19歳のヨハネ子供入れたらね4人いたんですけども、一番上は65歳の人ですけども、その人たちがみんな喜んでそれを選べた、ね、子供や家族がいた人もいたにもかかわらずそれができた、それはなぜなのかってことなんですよね。今日はそこに目を留めたい。で今日だからその後この誰でも私についていきたいと思うならっていうね、思うならって言葉に目を留めたい。だそれを思うなら願うなら、人もし我に従うと欲せばの欲せばです。それを欲するなら、それを願うなら、そう思うなら私についていきなさい、自分を捨てて自分の命を捨てて自分の十字架を追ってってことですね。思わなければ無理についていかなくていいんですよ。思わなければ別にいいわけですよ。で今日皆さんはそう思いますか思わないのでしょうかね。で正直にいやちょっとそう思わないな、自分の命を捨ててまではとかね、そのまあいやチョコレートくらいは捨てれるけどなとかね、みかんは捨てれないとかですねあると思うんですよね。でなぜ彼らは26人の殉教師たちはそれを本当に喜んで命まで捨てて殉教を選べたのかとか、で私たちが今日どうなのかってことですね。でなぜ彼らがそれできたのかってことに目を留めるときに、実は私たちも本当に喜んで死を、こう自分を捨て自分の十字架を追っていく道を選べれる。でそれは祝福の道なんです。ご間違いなさい、本当にこれはクリスチャンとしての最高の祝福の道なんですね。なんで彼らはそれをできたのかっていうと、まあ、2つ今日絞りますね。で1つは彼らは永遠を知っていた、天国を知ってたんですね。死は終わりではないことを知っていた、死の向こうにある世界、永遠を知ってたんですね。天国を知ってた、知的に知ってたんじゃありません。彼らはそれをはっきりと確信し、すでに知ってた、体験したんですね。まあ、昨日チャペルコンサートでも少しお話をしましたけれども、私は昨年かな、昨年もう一昨年になるのかね、98年になったから、あれ2018年になったから、父を天に返しました。まあ、父はもう90になってたんでね、でその時に、父が天に帰る前にね、一番、まあ、父の世話をしてくれたのは2番目のお姉さんなんですけども、信子っていうんですけども、で、まあ、母は安子っていうんですけども、でよく父がですね、信子泣いたあかんでってね、泣いたあかんって言ってね、天に帰るんやから喜ばなあかんって言ってね、お母さんにも言ってたわけですね。で私も、たまに、まあ、たまにとか月に1回できれば帰りたかったんですけど、まあ、月に1回とはいかなくて2、3ヶ月に1回大阪に寄っていましたけども、東京行く時に、その時にいや泣いたあかん、喜ばなあかんって ね言ってました。ですが無理やり手だっていうよりもなんか本当に心から、いや天に帰るんやから泣いたあかん、喜ばなあかんって言ってね、喜びながら言ってたんですよね。で実際父が天に帰った時に私の中にはですね、ものすごい喜びってわけじゃないんですけど、すごく深い平安があったんです。でね、悲しくないといえば嘘になりますがって一応言ったんですけど、やっぱ嘘なんですよ、悲しくないんですよ本当にこれはね申し訳ないけど悲しくないんです。すごい平安があるんです。ああ本当に父は使命を全うして天に帰っていったなって、本当に若い頃は短気で自分勝手、自分勝手ところなんか、父に怒られるな、かなり短気で怖いをひたすら怖かったわけだったけど、晩年は本当にこうクリスチャンとして成熟して本当に高校野になって本当にいい親父だったなって。で私は告別式の時にですね、家族葬だったんですけど、なんかこう入り口のところになんかこう書いてあって、みんなが一言ずつ書くのがあったんです ね誰が置いたのか知らないけど、それで何買おうかなと思う時に思わず出てきたのはね、あなたの子供に生まれて本当に良かったと思います、ありがとうございましたって言葉なんですよ。もう心の底から思います、この地で良かったって、もう最高だったって、倫理はありませんよ、もう一遍生まれ変わることはありませんのでね、これ間違いないください、ね、例えという表現で言いますよ、もう一遍生まれるとしたら、まあ、この父でいいですね、はい、他のどこにも生まれたくありません、心の底からそう思います、ね、そう思えるって何かあったら本当にこう、ね、で本当に平安があるんですね、天に行ったなっていうね、この天に行ったなっていう平安があるんですね。
天国ってのはおとぎ話でもなければ、そうだったらいいなって思い込みでもありません。人々に笑われようがどう思われようが関係ない、別にいいです、ね、もしこれを聞いてる方の中でね、クリスチャンはそんなことないでしょうけど、もし今日初めて聞かれた方がいて、そこまで思い込めたらいいなって思う人いるかもしれませんけど、私は笑われようとどう思われると構わないんですね。でも笑うあなたの方は死に対する解決を持ってらっしゃいますか？死を迎えて怖くないですか？病院に行って死の話をしたら日本では失礼なのです。お年寄りの前に行って死の話をしちゃいけないのです。がんになってもがんよと言ってはいけないのです。なぜですか？死に対する解決がないんです。死を迎えたら怖いんです。死に対して恐れがあるんです。死の向こうがよくわからないんです。私は解決を持っています。怖くなんかありません。そして人に対して死を話せます。それはなぜかって、嫌味でも何でもありません。死に対する解決を知ってるからです。誰でも死に対して勝利できるからです。イエス・キリストの十字架は死に対して勝利を与え、永遠を与えるんです。でこれに不公平はないし、これは誰でもキリストを信じて、罪を悔い改めてキリストを信じれば永遠の命が与えられて、死に対する解決と勝利が与えられて、この体は朽ち果てて、この体は焼かれるけど、霊は残ってやがて復活の体、朽ちない体、永遠に残る体をいただいて、永遠に神と共に生きれるっていう、間違いのない希望、確かな希望があるわけですよ。これは素晴らしいですよね。これはクリスチャンの特権です。それを皆さん知ってますよね。ここでアーメンってたまに言ってもいいんですよ。大丈夫ですよね。いや、これは最高ですよ。これを持ってるかどうかですよね。で、26聖人たちは、若い11歳の少年も万年でね、まあ、12歳って言ってもいいけど万年です。11歳の少年も65歳の方もそれを確信持てたんです。私も持っております。あなたも持ってますか？持ってたら喜んで、ね、十字架を追ってついてきなさいって、ね、言われた時に、ああ本当にそこね、喜んで選べると思うんですね。だってこの地上はまばたきの間だけですよ。だからどうでもいいなんて言いませんよ。神様喜んでこの地上で祝福、まあ、それが2番目のことなんですけども、この地上でもたくさん祝福をくださいますし、私は喜びのことをいっぱいしてくださいますよ。しかしやっぱりまばたきの間だけなんですよ。永遠だから。そうでしょ。120歳だとしても、ね、例えばここの最高齢者は誰でしょう。誰だとは言いませんね。マスクをしてる方かもしれませんが、まあ、そういうことやめましょう。そうじゃないと思いますけども、ね、そういうことはいいんですね。しかし他が知れてるでしょう。例えば65歳の人と15歳の人がいたとしたら50年差があるわけですけども、50なんて永遠に比べたら、もう1日か1時間か1秒かもしれない。言ってること分かりますよね。だからどうでもいいなんて言いませんよ。間違いなさい。だからどうでもいいなんて全く言ってませんよ。その1秒も神様は大切にしてくださる方だから。何を言いたいかと言ったら、本当に映画見えてくるとね、この地上のことにこだわったりとらわれたりねしないんです。自由になるんです。もっと自由になるんです。でクリスチャンというのはね、自由にされた人なんです。もういろんなこだわりから解放された人なんです。皆さん自由ですか？みんな自由とか言いながらですね、こだわってますし、とらわれてますよね。本当に縁が開かれてくると自由になるんですね。パウロ・メキっていうのはですね、武士なんです。武士出身なんです。武家なんです、もともとね。これ2番目のことにかかってくるんですけども、ところが彼はですね、十字架の上から許しを図るんですけど、それはどういうことかって言ったら、西暦の年末になると必ず日本であるもの、分かりますかね？赤穂浪士。赤穂浪士、これは仇討ちなんです。で日本で再放送を繰り返しやられてる、もう藤田誠は天に帰りました。あの人ね、クリスチャンだったかもしれない。なんかね、藤田誠はね亡くなりましたけども、必殺仕置金恨み晴らされて、ね、恨み晴らしますってやつね。つまり何か言ったら、あだを打つ、ね、それが日本の一つの美学なん、ね、自分の親分がやられたらそれを仕返しするっていうね。でもね、
武士ってのはそうなんですよね。ところがそれが血を尽くすことに、ところがパウロ・ミキは武士出身だから、自分がこれ殺された時にね、つまりいや仇討ちしなくていいぞって、もう私は自分を殺そうとしてる秀吉も、ね、昔の旧の寺田半三郎ももうみんな許してるよって言ったんだから、仇討ちなんかしなくていいぞって、もう許してるからなって、こういうそれをわざわざ言ったわけですね。彼はね、いい意味で本当に武士だったんです。いい意味で、正しい意味での誇りはあったんです。でもいわゆる武士での変なこだわりはもうなかったんです。縁を知ってたから、ね、本当に天があり縁があるんですね。で、縁を知ってる人はもう一つね、すごい批判があるのと、もう一つはね、喜びがあるんです。これも昨日ね、言いましたけど、コンサートの時に、私の妻はね、父が召された、生みのお父さんが召された時ね、阪神大震災の時でしたけれども、まあ、妻は、お父さん子で一人娘だから、小学生をね、小学生の時に家帰ってきて父がいないとね、探し回ってね、お父さんが死んだらどうしようと思ってね、なんかこう恐ろしくなってね、怖かった、まあ、そういう子供なんですね。ところがまあクリスチャンになったのはよかったんですけども、お父さんは最後に父さんも本当に死にたんですね。でもやっぱ父が亡くなったらどうなるかと思って心配したってのは、必ず癒されると思ってずっと祈ってきたから、亡くなった時に召された時に癒しを信じてきたから、私は心配になって九州牧師会に祈ってくださいって回し、まあ、みんな祈ってくれたからだと思うんですけども、まあ、そしたら教官人と一緒にね、長崎大学病院で一晩ね賛美してですねで、まあ、ちょっと妻の言葉を使いますよ。天国のくす玉が割れて喜びが注いできたって、つい最近ね、妻がしみじみ言ったんですね。お父さんは自分の命をかけて私に天の喜びを教えてくれたんだと思うって、ボロって言ったんですよ。全然聞わず普通に。でそれは妻の実感だと思うんですね。天の喜びがあるんです。天には喜びがあるんです。天には喜びがあるんです。誰も奪えない喜び、もう本当にこう喜びがあるんですね。死を飲み尽くしてしまう喜び、これは素晴らしいですよね。でその喜びが天にはある。でその喜びと平安を本当に知ったら、自分を捨てて十字架ってついていくってことはね、喜びになるでしょうね。天を本当に知るってことはすごく大きいんで、これがクリスチャンの一番の核なんで、実はいいですか。もちろん神様はこの地上で癒してくださいますよ。もちろん神様はこの地上で願ったら祝福をたくさん、境内の祝福、世の中的に言えば、今世的に言いますよ、出世の祝福、ね、学校で好き願っている学校に入れる祝福、幸せな結婚の祝福、家族の回復の祝福、もちろん神は喜んでしてくださいます。しかしもっと大きな祝福はね、縁があるんですよ。天があるんですよ。どんな悲しいも喜びに変えてしまう天が待ってるんですよ。この地上でもし悲しみがあったとしても、喜びが待ってるんですよ。これをね、その喜びと平安に満たされるって、この永遠があるんですよね。これはね、素晴らしい希望なんですよね。アメン。ねえ、長崎新聞に勝る笑顔が、これを知ると出てきますよいやこれね、でクリスチャンで今私が話していることはね、正直よくわからないっていう人はね、祈ってください。御心にかなう祈りですから絶対答えられます。神様、私にもっと深く天の喜びと天の平安、天国を開いて教えてくださいって、これ御心に絶対かなうから答えられますですね。だからクリスチャンの素晴らしいのはね、結婚式も素晴らしいんです。どうぞ間違っても神道式や仏式でやらないでくださいね。でキリスト教式っていうか、神様の前に誓約をしてほしいんですね。派手じゃなくてもいいから誓約をしてほしいんですが、しかしキリスト教の醍醐味はね、キリスト教って言い方好きじゃないけど、クリスチャンの醍醐味はね、告別式。本当は昇天式とかね、凱旋式って言った方がいいんですけど、告別式ね、これも最高です、クリスチャンにとって。国別式ことをね、仏式やね、他のやり方でやっちゃいけません。クリスチャンはね、キリスト教式っていうかね、本当に天に送る。これにもう、これが最後なんですよね。これがまず一つ。もう一つあるんです。ね、もし何かあったら、本当に縁が素晴らしいんだけども、じゃあ、
なぜ彼らはその縁を知ったことが大きいんだけども、なぜ縁を知れたかというと、彼らはなぜイエス様を信じたかというと、イエス様を信じたから縁が開かれたんだけど、なんでイエス様を信じたかというと、神が自分を本当に愛されることを知ったからです。神様が自分を本当に文字通り命をかけて愛してくださって、自分を最高に愛してくださって、誰よりも愛してくださって、まあ、パウロ牧師の言葉は誰よりも愛されてってね、誰よりも愛してくださって、そして祭典以外、結果としては最高以外なさらないということを彼らは知ってたんですね。これは全てのクリスチャンに共通してるんです。父なる神様は一人子のキリストをあなたに、私に与えてくださいました。あえて単数形で言います。私たちに与えてくださったんです。でもそうするとワンオブデンになるから、あなたに与えてくださったし、私に与えてくださったんですね。いつも私が言いますけどね、地上にね、もしあなた一人しかいなくても、星の王子様って呼んだことあるかな、星の王子様に、ね、一人しかいなかったら小さな惑星になりますけどね、しかしそのたった一人しかあなたしかいなくても、そのあなた一人のために、父なる神様はイエス・キリストをこの地上に使わせて、あなた一人のために十字架にかけて、あなた一人のために黄泉に下し、あなた一人のためにキリストを捨てて、あなたを救い出したって信じてますか？それぐらいあなたを本当に愛してくださった。もちろんキリスト復活されましたよ。勝利されて、今天の御の座に捉えて、私のうちに住んでおられ、聖霊を注いでおられるんですね。でももちろん私たちみんなを愛しておられるんですが、しかし私を、あなたを愛してくださってる。で、彼らはそれを知ってた。で、あの十字架で本当に許された、この愛の基本はね、許されたってことなんですよ。多く愛された人は多く許します。もう一回あれば、多く許された人は多く愛しますって聖書に書いてあるんです。なぜこの女は私に、ね、あなたはしてくれなかったけど、こんな私が入ってきたらね、涙で足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた、まあ、他のところではな、水を注いで頭を、ね、拭くんですけど、まあ、涙で足を拭濡らし、拭ってくれた、あなたはしてくれなかった、してくれた、どうしてか、この女は多く許されたからだって書いてある。で、多く許された人は多く愛するって言ったイエス様は、許されたってことが分かるとね、神が分かる。そう言うんです。いや、そんなこと言って、私そんな悪い人じゃないもん。悪い人は私はね、木原牧師みたいにね、悪いことあんましてない、まあ、あなたみたいに自我が強くないし、あなたみたいにね、そんな悪いことあんまやってない、ね、私はそんな別に警察捕まることはしてません。私は人の後ろにさせることはしておりません。真面目に生きてまいりました。誠実に生きてまいりました、ね、昔私の妻がですね、私がね、こうね、こう感動してね、ああね、あの十字架の愛ってね、許してくださった時間にって賛美があってね、ああ十字架で許されたって愛をね、もう涙ない感動してだったらね、妻が腹が立ってきた。この人はね、自分勝手にもう好き放題生きてきて、十字架で許されてね、もうと腹が立ってきたんですって。言われたら、すいません、その通りなんですね。ね、で、真面目に誠実に生きてきた妻はですね、私は精一杯生きてきたなんて、その通りなんですよ。それはもう 100% 認めますが、私と比べたらもう私は最悪の人間で、妻は真面目に生きてきた立派な人でしょう。認めますよ 100%。 でもね、キリストの前に立ってごらんなさい。ものすごい差に見えた、その差がなんとわずかな差が、本当にキリストの前に立ったらわかる。多くの人がキリストの前に出ないの。日本人は特に、天と地を作られた聖なる方、聖なる方、聖なる方を知らない。だから俺は真面目にやってきたなんて言えるんだ。私と比べたらあなたは素晴らしい、あなたは立派だろう。でもこの聖なる神の前に出てごらんなさい。人となんか比べられない。そんな差なんてほんのちっぽけな、もう考えられないぐらい清い清い清い、本当に聖なる神を知らないんだ。偶像の神しか知らない。そんなものを神と呼んでるから、木や石で作った偶像の神を神と呼んでるから、悪霊ですよ。悪霊を神と言ってるから、悪霊を神と言ってるからわからないんだ。そのことをはっきり語る人はほとんどいないんです、日本には。日本人に分かってもらおうと思って、一生懸命機嫌を使って優しい言葉で言う。でもはっきり語らなきゃわからない、そんなの。聖書の神様は
天地を作られた歴史を導いておられる聖なる方なんです。聖なる方なんです。この方の前に出たら、あなたと私の罪の差なんてちっぽけなんですよ。そんなことはもう口に出せなくなるんですよ。なんて私のこの自己中心が、なんてこの私の自分勝手が、神を傷つけ、神を痛め、あの十字架の釘を打ったのは私の罪だったかって分かったとき、人との差なんてないですね、こんなのは。それに気づいたとき、本当に神に許されたことの喜び、愛されていることの喜びがある。で、これが分かったら、自分を捨て自分の十字架をついていくことが喜びになるんです。いや、私はでもあなたに比べれば立派なんて言ってる間は、聖なる神の前に出てないんです。本当に十字架前に出てくるとね、人は見えなくなるんです。神の清さの前に、本当に主の臨在の中で、こう自分の罪のと汚れが見えてきて、そしてそれが許された神の愛に圧倒されるんです。待ってください、自分の罪の汚れが落ち込むんじゃなくて、本当に自分はどうしようもないんだけど、それが許されている神の愛に圧倒されるんです。許された喜び。だって皆さんね、人はね、もう許してる許してるよって言いながらね、許してないの。なぜか覚えてるじゃんもう許してよとか言いながらですね、何かあったらね、あの時言ったよねとかですね何かあったらですね、そんなことやってあなたもしたんじゃないのとかこう言うわけですよ。でも聖書ね、こう書いてある、私はあなたの罪をもう二度と思い出さないって、忘れるって書いてあるんです。で、許すってことはね、忘れることなんです。残念ながら人にはほとんどできません。聖霊が特別な助けを与えたらできますが、神は本当に忘れてくださるんです。真実に悔い改めたら許して忘れるんです。で、本当に忘れてもらってごらんなさい。霊が震えます。そしてこんなに愛してくださって感謝しますって、本当に愛されていることに感動します。で、その愛を知ると、もうこんな自分、こんな汚れ見た自分なんか捨てて、お主の下のところに来ていきたい、神の愛の中で、あなたの強と生きていきたい、この方が私に最善以外なさるわけはない、この方が私に最高以外与えることはないって分かるんですよ。皆さん、父なる神様、イエス様はあなたを本当に愛しておられる。私は本当に愛してくださってるから、最善以外与えないんです。最善以外できないのです。最高以外与えることのできない方なんです。もちろん私の罪があり、あなたにも罪があり、人々もサタンもいるから、いろんなことが許されるでしょう。でも、それをあえて許されるのは、本当に最高を与えるため、最善を与えるために許されてるんですよ。だから、全てのことを感謝しなさいなんですよ。わかりますか。でね、なるほどね、今日2つのことを知られたんですね。一つは天国永遠ってことと、もう一つはね、本当にあなたは許されて愛されてるんですよって。これが分かると、自分を捨て自分の主人公っていくってことができるんですよね。あのね、あの父なる神様は聖なる方です。もうその前に私は出ることもいい、その前に出たら私たちはいかに自分が自己中心で自分勝手で罪深いか分かるでしょう。人との比較ではなくて、でも許されてるんです。もうキリストの十字架で、その自分中心、自分勝手、心の高さ、プライドの高さ、そしてその結果もたらされたいろんな事柄が全部十字架で、イエス様は罰も呪いも裁きも全部引き受けて、十字架で私の代わりに、いいですか、世界で最も汚く、最も惨めで、最も悲惨な姿になって、本当に神である方が神に捨てられたんです。あなたと私の代わりに、お芝居じゃなくて本当に神に捨てられて、地獄にあなたの代わりに、私の代わりに行ってくださったん。ああ、なんという愛、なんという恵みでしょう。そしてその死の力に打ち勝って復活されたんです。だからもう我々はもう完全に許されて、罪のないものとされて、 あるんですよ、あるけどないものとされて、いいですか、なくなったみたいに、あるんですよ、あるんだけどないものとされて、そして復活されて、イエス様も死んでるから、勝利の中を歩けるってことなんですよね。これはね、イエス様死んでよかったね。本当にまさに福音ですよ、福音。
あの福音ですよ。あの人と比べててね、あの人はどうだこうだって人はね、立法に来てる人。もうお互い福音に行きましょう。福音に行くと自由になるし解放される。永遠が上がると解放されるのと同時に、福音を生きり始めると解放される、ね、でその時に、ああこの方がおっしゃるなら自分を捨てて、まあ、自分なんかにこだわらないで、ね、自分の十字架、神様がおっしゃる十字架を追ってついていきたい。なぜかって神様は最高しか与えないんだから、きっとそれは最高の道なんですよね。彼らの場合は殉教というのは来たけど、それを喜べて受け付けた。だってまさか400年後にね、プロテスタントのね、全然関係ないグループがね、彼らのことを思ってね、わざわざチームを組んできてね、毎年ね集まってね、わざわざね西高の方で集会をしてね、そしてですね、その本まで出して映画まで作ろうとするなんて彼らは考えたでしょうかね。そしてこの聖なる復讐が始まるんですよ。彼らが願っていたこの国のリバイバルと、この人たちが世界に行くっていうことが、これはねまさにヒストリー、神の物語です。で私はその最終ランナーとして選ばれたんですね。すごい特権ですよね。で堂々そのことを覚えてほしいと思います。で一人一人、神様はこの場合の時代に自分を捨てて自分の十字架を追ってついてきなさいって言われたと思うんですけど、それは重荷ではなりません。喜びとなります。それはあなたにとっても私にとっても最高の人生になります。それを拒絶しても、ね、呪われたりしませんよ。ただどこ歩いても絶対実は十字架っていうかね、縛りとか戦いはあるんです、この地上に生きてる限り。そうでしょ。戦いのない人生ってありますか。必ずあるんですよ。それなら神様のおっしゃる十字架を追って戦いましょう。神が戦ってくださるから、そして神様がその時特別な助けをくださるから、神様のそこで愛が本当にわかるから、その中をね生きていきたいというふうに思います。そのことをねぜひ覚えてください。パウロ・ミキは、自分を殺す秀吉や旧友のハンダブローや槍を向けてる人に許してますよって言った後に、私の願いはあなた方はキリストを信じることなんですって言った。自分を殺そうとしてる人に許しを言うだけじゃなくて、本当に好かれてほしいと願って言った。これってねまさに勝利者の人生でしょう。つい最近斉藤亮君の話をしましたよね。自分を車で引いて、そして自分の人生夢を失わせ、自分の人生を台無しにしたその人を許しただけじゃなくて、本当にその人が救われて、その人が祝福されることを願った。これもすごい勝利ですよね。でもある意味で彼がその自分のやった聖書研究に彼らを呼ぶってことは十字架だと。でもその十字架を引き受けた時、引き受けて彼らを招いた時に救いが起こり、彼らの時間に喜びが溢れたんです。神のおっしゃることに従う時、我々は自分を捨てないといけないし、十字架を、でもそれは私たちの中にすごく大きな神の力、神の喜びを解き放つんですね。お互い神から来る、永遠から来る喜びに溢れた人生を生きたいと思いませんか。確かにね、美味しいものを食べると嬉しいですよ。私大阪の人間だから食べ物言ってすいません ね。しかし神がくださる喜び、永遠の喜びってのはすごい。その中をねお互い歩んでいきたいというふうに思います、ね、どうぞ自分を捨て自分の十字架を追ってついてきなさいとおっしゃったこの神様の言葉に ね思うなら、願うなら、それを願うなら、求めるならって言われた。それを願って求める歩みをお互い本当に縁を知って、この神様の愛を知って、それを願えるものになっていきたいなと思います。主は願えと言わなかった、おえって言わなかった。願うならついてきなさいって言った。これ愛なんですよ、ね、決して神様は強制しない。相手に選択を委ねる。愛しきった上で、ね、それを願いますかって言われた。どう応答するかはあなたの自由です。でもそれを選ぶときに、皆さんは神の人生を体験します。神の人生の方が生きれるようになります。それをねぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。長崎教会に与えられたまさに確信の御言葉、あなたの御子に従うこととこれは表裏一体ですけれども、
その御言葉をありがとうございます。誰でも私についていきたいと思うなら、それを願うなら、欲するなら、自分を捨て自分の十字架を置いて私についていきなさいとなとおっしゃいました。イエス様、私たちは永遠の命を与えられたもの、本当にイエス様に、父なる神様に、聖霊様によって本当に命がけで愛していただいたものです。どうぞ喜んであなたの後についていって、自分を捨て自分の十字架を追ってついことができるようにどうぞ導いていってください。一つお聞きしたいと思います。今日御言葉を通して主は語られましたけれども、自分を捨て自分の十字架を追って本当についていきたいなって思われた方がいらっしゃったら、この機会にですね、ついていくことをお勧めします。本当に自分を捨て自分の十字架を追ってついていきたいなって思われた方は、あえて聞きますね。神様の前に手を挙げて、右でも左でもいいですけど、両手挙げてもいいですけど、手を挙げて示してくださいし、主の前にね、私もあえて目を閉じたままにしますから見ませんので、ね、神様の前にあなたの意思を表示してください。はい、いいですか。神様の前にね、私も目を閉じてますから見ませんので、ね、はい、それじゃあ手を下ろしてくださっていいです。で、今手を挙げた人も、ちょっと手を挙げるのはできなかったんだけども、やっぱりついていきたいなと思えた方は、私が今から祈りますので、その場でしっかり声を出して、大きな声でもいいし、小さな声でもいいけど、きちんと声を出して私について祈ってください。主についていきますっていうことをね、祈る祈りです。天のお父様、イエス・キリストの後ついていきます。自分を捨て自分の十字架を追ってイエス様の後をついていきます。聖霊様が助けてください。私の肉には自分を捨てる力も十字架を追っていく力も全くありませんけれども、ついていきたいです。それを願います。ですから聖霊様が助けてください。父なる神様が助けてください。イエス様の後を十字架を追ってついていけるように、天に帰るその日まで導いてください。信じます。感謝します。この祈りを聞いてくださったことを感謝します。イエス・キリストの御名によって心から祈ります。アメン。天のお父様、ありがとうございます。あなたは今祈った一人一人に祈りの答えを与えてくださって、一人一人に十字架を与え、その十字架を力を与え、素晴らしい人生を、神の人生を与えて開いてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ子犬が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。お知らせをいたします。週報をお持ちの方は内側の方をご覧ください。1番目、第2礼拝後ミニストリーを行います。お祈りの必要な方はおいでください。それから12時まで各クラス、入門、成長、洗礼準備クラスがあります。聖書の学びを、12時
12時5分より20分間、伊沢木原誠牧師の導きで聖書の学びを行います。16時45分より天使公園にて路上賛美があります。2番目、本日預言者学校は入門初級、中級、上級を12時30分より行います。3番目、今週伊沢木原誠牧師は1月の29日火曜日になります。昼が熊本のオンライン、夜が人吉、30日の水曜日、夜、木村久美子姉妹の記念会が、大村の木村宅にてあります。そのためにぜひに覚えてお祈りください。4番目、インターネットの働き人と映像部の働き人を真剣に急募しております。とにかくやってみようと思われる方は、オンラインの会員の方もぜひに、伊沢牧師、それから酒井牧師の方へご連絡くださり、働きに加わってくださいますようにお願いいたします。毎週インターネット祈祷会を金曜日の21時より行っております。5番目、ゴスペルトークウィズユーのホームページ制作をされる方を急募しております。重荷を持たれる方は伊沢牧師の方までご連絡をお願いいたします。6番目、24時間連鎖の感謝と賛美の祈祷を長崎教会では月曜日から金曜日が毎朝5時半からと、日曜日が5時から、それから火曜日が9時から、水曜日が21時30分から、金曜日が9時から、土曜日9時から30分ほど行っております。どなたでもご参加いただけますのでぜひにお越しください。7番目、今週1月31日水曜日19時より大村の木村宅にて木村久美子姉妹の記念会を行います。同日22時より半徹夜祈祷会を行いますので、金曜日の徹夜祈祷会はありませんのでお間違いのないようにお願いいたします。8番目、今週2月3日土曜日19時より若者向けの賛美伝道集会を行います。メッセージは今のところまだ未定となっております。それから9番目、賛美隊による路上賛美を長崎駅前と中央橋で土曜日日曜日に行います。10番目、2月5日月曜日殉教記念会を14時より昼の部を西坂公園にて、それから19時より千歳ピアホールにて行います。翌日の6日火曜日は殉教記念祈りのツアーを行います。それから1月31日に水曜日までにこのバスの締め切りをいたします。その後に座席をまた募集しますので、この祈りのツアーにもぜひに お越しください。詳しく知りたい方はホームページを開かれると、ツアーのとこ開かれるとそれがのあの詳しく出ておりますのでご利用ください。11番目、2月28日水曜日から3月の2日金曜日、白馬スネル合意キャンプが行われます。それに伴い白馬バスの、乗車申し込みを受け付けております。それぞれの申し込み先をご確認の上に申し込んでください。こちらもホームページから申し込めるようになっておりますので、ぜひに用いてください。12番、オンライン礼拝のハガキとチラシができております。受付に準備してありますのでぜひに用いてください。13番目、2月の12日月曜日祝日になります。山里ゴスペルクラブのコンサートがありますので、ぜひにこちらも覚えてお祈りください。それと下にラジオの案内をしてあります。ゴスペルトークウィズユーが毎週金曜日の夜8時から30分、ゴスペルの風が火曜日の夜8時から30分、市民 FM76.7 チャンネルで放送しております。ぜひにお聞きください。そしてお祈りくださって、いつでもラジオパートナーを募集しております。こちらもご支援をよろしくお願いいたします。以上でお知らせをさせていただきます。新聞、それから今週号の御声新聞の案内をします。今日の今週号には、この諫早教会の小渕美智子さんの娘さんのことが書かれた証が出ておりますので、ぜひにお買い求めくださり、伝道のためにも用いてください。一部250円です、よろしくお願いいたします。以上で終わらせていただきます。はい、いいですかね。小渕牧師の
写真もね、こう真ん中にありますし、あの、まあ、佐賀兄弟もありますけど、とぜひ、ね、ご覧になってください。それであと、手法にも書いてありますけれども、祈りのツアー、殉教祈りツアーがありますので、お早めにお申し込みをお願いいたします。ね、行かれる方は。それともう一つは、白馬スナリゴイキャンプに行かれる方も白馬バスが出ますので、ご利用になられる方はぜひ早めにご連絡をお願いしたいというふうに思います。はい、他いいですかね。はい、それじゃあ、今日は第一礼拝はこれで終わりたいと思います。第二礼拝は10時からありますので、よろしくお願いします。はい、今日はあの、ひろし君とお母さんが第一礼拝に最初来られまして、感謝したいと思います。ありがとうございます。来週もお会いしましょう。来週に感謝されたいと思います。ハレルヤ。どうもありがとうございました。感謝します。